審判フランツカフカ前回の続きからですブロックは彼女の来たことを非常に喜んですぐさま盛んに無言の合図を送って弁護士に自分のことを取りなしてくれと頼み出した。 彼が弁護士の情報を切に求めていることは明らかだったがひょっとしたらそれも彼の他の弁護士たちに情報を十二分に利用させようという魂胆からだったかもしれない例にはどうしたら弁護士に取り入れるかをよく知っているようだった彼女は弁護士の指を指してキスするように唇を尖らしてみせた。 すぐさまブロックはその手に口をつけ、レイニーに促されて、さらに2度繰り返した。が、弁護士は相変わらず黙ったままだった。するとレイニーが弁護士の上に覆いかぶさり、そうやって体を伸ばすと、彼女の肉体の美しい線がくっきりと現れた。彼女は弁護士の顔の上に深くかがみ込んで、その長い白い髪の毛をなぜていった。 それが彼に答えを余儀なくさせた。どうもこの男に教えてやる気にはなれん。と弁護士は言って頭を少し振るのが見えたがこれはもしかすると例にの感触をもっと味わいたかったからかもしれないブロックはまるでこんなふうに聞くのが命令を犯すことででもあるように首をうなたれて聞き耳を立てていた。 なぜその気になれないのとレーニが尋ねたケイはすでに何度も繰り返され稽古を積んだ会話でも聞かされている気がした多分それはこれからも何度も繰り返されるのだろうがそれでもブロックにとってだけはいつまでも新鮮味を失わないのかもしれなかったやつは今日はどうしていたかね と弁護士は答える代わりに尋ねたレーニーはその話を始める前にブロックを見下ろして彼が自分に向かって両手を差し上げ懇願するように手をすり合わせているのをしばらく眺めていたそれから真面目腐ってうなずくと弁護士の方に向き直っていった落ち着いてよく勉強してました 一人の老少人、の老長いひげを生やした男が年はもゆかぬ小娘に有利な証言をと懇願したのだ仮に下心があってのことにしろ彼のしたことにはその場に居合わせた者の目から見て是認できるものは何もなかったこんな猿芝居で自分の気を引こうなどとどうして弁護士が考えることができたのか刑には全く理解できなかった。 もっと前に自分を追い出さなかったとしてもこんな場面を見せたのではその目的を達したも当然ではないかこれではほとんど見物人への侮辱と言ってよかったではこれが弁護士のやり方だったのか幸いにして俺はあまり長いことその餌にならないで済んだものの依頼人をしてついには全世界を忘れさせ この迷路だけを頼りに訴訟の結末まで引きずって行くのが彼の狙いだったのか。こんなのはもう依頼人ではない。弁護士の犬だ。もし弁護士が犬小屋に入るようにベッドの下に入り込んでそこで吠えろと命じたらやつは多分喜んでそうするに違いない。そう思って K はここで話されること全てを詳しく胸に収めて。 もっと上の場所で告発し報告することを命じられたもののように呆然と試すように耳を傾けていた「やつは一日中何をしていたのかね?」と弁護士は聞いた「私はこの人が仕事の邪魔にならないように」と例には言ったいつも彼が泊まる女中部屋に閉じ込めておきました。 隙間から時折彼が何をししているか見ました彼はいつもベッドの上にひざまずいて「あなたが貸してあげた書類を窓箱に載せて読んでいました」「それにはいい印象を受けました」というのはあの窓は通風口に通じているだけでほとんど光がささないんですからそんなところなのに読んでいたのでブロックは中順な人だとわかりましたそう聞くのはうれしい。 と弁護士は言ったしかしやつは読んで分かったのかなこのやり取りの間ブロックはひっきりなしに唇を動かしていた明らかにそうやって彼はレイレに言ってもらいたい返事を作文していたのだ「そんなことはもちろん」とレイには言った私にははっきりと答えられません ともかく私は彼が徹底的に読んでいるのを見ました一日中同じページを読んでました読みながら一行一行を指でたどって私が覗いた時はいつでもため息をついていました読むのがひどくつらいというみたいに貸してあげた書類はきっとひどく難しいんでしょうねああああれはもちろんそうだ」と弁護士は言った。 あの男にいいい。くらかかわるとも思っていないあれはただ私がやつの弁護のためにやっている戦いがどんなに困難なものかをあの男に悟らせればよいのだ。まったく誰のために私がこの困難な戦いをやっていると思う。ひとえにあの口にするさえ馬鹿らしいがブロックのためさそれが何を意味するかもやつに教えてやらねばならん。やつは休まずに勉強しておったかね。 ほとんど休まずに」とレイニが答えた「一度だけ水を飲ませてくれ」と言いましたそれで覗き窓からコップを渡してやりましたそれから八時にこの人を出してやっていくらか食事を与えましたブロックは今自分が褒められていることがケイにも感銘を与えたに違いないというように横目でちらとケイを見た。 彼は今大いに希望を抱いているようだった動きも伸び伸びして膝をついたまま右左に動き回っていたそれだけにまた弁護士の次の言葉に彼が凍りついたようになった様子もはっきりと分かったのだった「お前はあいつを褒めているが」と弁護士は言ったそれでなおさら話しにくくなるというのは 裁判官は決していいことを言わなかったのだ。ブロック自身についてもやつの訴訟についても「いいことを言わなかったですって?」とレにニーは聞き返した「どうしてそんなことがあり得るんでしょう?」ブロックはまるで当の昔に言われた裁判官の言葉を自分に都合よく変えてくれる力が彼女に備わっているとでも言うように。 緊張したた。目つつきで彼女を見つめたよくなかった。と弁護士は言った「ブロックの話をし始めたら彼は不愉快そうな顔にさえなったよ」「ブロックの話はしないでくれ」というので「彼は私の依頼人です」と言うと「君は手よく使われてるだけなんだ」というのだ「私は彼の事件は駄目になったと思いませんが」と言うと「またしても」 君は手よく使われているだけなんだという。そうは思いませんが、と私は言った。ブロックは訴訟に熱心でいつも事件を追っています。私の家に住み込み同然になって、訴訟に遅れまいとしています。あれほどの熱心さにはめったにお目にかかりません。確かに個人的にはあまり快くはない。礼儀作法もなっていないし、汚らしい。それはそうですが。 訴訟のの観点からは火の打ち所がありません。いいかね私は火の打ちどころがないと言ったんだよ。無論わざと誇張してだがすると彼は答えた。ブロックはずるいだけだ。彼はたくさん情報をかき集めて訴訟を引き延ばすことを心得ている。しかし彼の無知の方が彼の狡猾さよりはるかに大きい。もしあいつが訴訟などまだ始まってもいないと知らされたら。 それどころか、訴訟開始を知らせる金さえまだなっていないと教えられたら一体やつはんて言うだろうおとなしくしていろブロックと弁護士は言ったちょうどその時ブロックが膝をついた不安定な格好から体を起こし明らかに説明を請う気配を見せたからだった弁護士がまっすぐブロックに向けて 事細かに言葉をかけたのはこれが初めてだった彼がぐったりした目であてどなく宙を見たりブロックを見下ろしたりするのでその視線を受けてブロックはまたぞろゆっくりとひざまずいてしまった裁判官がそう言ったからといってお前には何の意味もないと弁護士は言ったいちいち驚くんではない また繰り返すよううなら、もうお前には何も言ってやらんぞ。お前というやつは一言言えばまるで最終判決でも来たように人を見るんだからなここには私の依頼人もいるんだ恥ずかしいと思わんか私に対するこの人の信頼までぐらつかせてしまうではないか一体どうしようというんだまだお前は生きているまだ私の保護下にある無意味な心配をするな 最終判決というものは多くの場合全く思いかけずやってくる。任意の人の口を通じて任意の時にやってくることぐらいお前もどこかで読んで知っているはずだ。いろいろ条件はあるにしろそれは無論本当のことだ。だがお前の不安がわしに不快感を与えるのも私がそれを必要な信頼の欠けているせいだと思うのも同じように本当なのだぞ。一体私が何を言ったというのだ。 私は一裁判官の言葉をそのまま繰り返しただけだがお前も知っての通り訴訟手続きの周りにはさまざまな見解が重なり合って見通しもつかんほどになっている例えば今の裁判官は訴訟開始の時点を私とは違うところに置いている見解の相違それだけのことだ訴訟のある段階になると昔からの習慣で鐘が鳴らされる この裁判官の見解ではそれが訴訟が始まる。これに反する見解を今お前に全部話してやるわけにはいかない。話したところで理解できないだろう。まあたくさんの反対意見があるということで満足しておくんだな。下ではブロックが途方に暮れて指でベッドの敷物の毛皮をいじっていた。裁判官の言ったことが気がかりのあまり、 弁護士に対する服状の立場さえしばらくは忘れてしまい彼は今は自分のことばかり考え詰め裁判官の言葉をあれこれひねくり回しているようだった「ブロック」とレイニーがたしなめる口調で言い上着の襟をつまんで彼を少し上へ引き上げた「さあ毛皮を離して弁護士さんの話を聞きなさい」。 第9章大聖堂にて K はこの町に初めて滞在する銀行にとって大変大事なイタリア人の顧客のためにいくつか美術上の旧跡を案内するようにと命令を受けた他の時ならきっと名誉に思ったに違いない命令だったが非常な苦心をして やっと銀行内での細望を保っている有様の今はそれを引き受けるのもつらかった事務室から1時間でも引き離されているとたちまち不安に陥るのだ事務室にいても確かにもう以前のようには時間を利用できなくなっていた多くの時間が精一杯仕事をしているふりをするだけで過ぎていったのだが それだけになお事務室にいないなななと不安でならなかった。留守にしているといつでもこっちの動静をうかがっている頭取代理が折々彼の部屋に入り込んで彼の机に座り込み書類のあら探しをしたり長年ほとんど友達付き合いをしてきた彼の顧客を迎え入れて彼との仲を割こうとしたりいやそれどころか彼の失敗を暴き立てたりしている様が。 目に見えるような気がした。事実 K は今や仕事中にもありとあらゆる方面で失敗を犯す危険を感じておりもはやそれが避けがたくなっていたそのために近頃ではたとえどんなに名誉な仕方でも業務上の外出とかちょっとした出張を命じられると最近たまたまそんな命令が重なったのだ。これはしばらくの間、 自分を事務室から遠ざけて仕事ぶりを調べ上げるつもりではないかとか自分は銀行でいなくても別に困らないやつと思われているのではないかとかついそんな邪水をしがちであったこれらの命令の多くは断っても差し支えなかったのだが彼はあえてそうしなかった彼が怖がらねばならなければならぬ理由はこれっぽっちもなかったにしろ 命令を断れば自分の不安を白状することになりはしないかと思ったのだこの理由から彼はそういった命令を上辺はさりげなく引き受け骨の折る二日がかりの出張を命じられた時などひどい風邪をひいていたのに黙っていたくらいだったちょうど盛りになったアガチちの 秋の天候を理由に出張を差し止められはしないかと思い少しでもそんな危険を避けようとしたのだその旅行からひどい頭痛を抱えて帰ってきた時「翌日君にイタリア人の顧客を案内してもらうことに決まっている」と聞かされたのだった少なくとも今回だけは断りたいという誘惑は非常に大きかった。 何よりもここで彼に割り振られた役目は商売とは直接関係のない仕事だったからだなるほど顧客に対してこういう社交上の義務を果たすことはそれ自体疑いもなく重要なことに違いないのだがただ K にとってはそうでないまでだった彼は自分の地位は仕事上の成果によってのみ維持できることまたもし仕事がうまくいかなければたとえそのイタリア人を 思いがけず魅了する結果になってもそんなものは何の価値もないことをよく心得ていただから一日でも職場から離れていたくなかった二度と読み戻されないのではないかという恐怖があまりにも大きく思い過ごしに過ぎないとよく分かっていてもそれを思うと彼はその恐怖に胸が締め付けられた。 もっともこの場合にはうまい口実を見つけ出すことはほとんど不可能でもあった。K のイタリア語の知識は無論大したものではなかったがともかく用を足すには足りたしさらに決定的なのは彼が前からいささか美術史の知識があると知られていることだった。K は一時商売上の理由からだったにしろ死の文化財・ 保存協会のメンバーだったことがありそのためひどく誇張された仕方で銀行内では美術通だと見なされていたのだしかもそのイタリア人は噂によるとやはり美術愛好家だとのことで案内役に K が選ばれたのは従って当然のことだったのだ雨の降る荒れ模様の朝だったが K はこれからの一日のことを考えプリプリ腹を立てながら7時にはもう事務室に来ていた客が来れば何もできなくなるだろうからそれまでにいくらかでも仕事を片付けておこうと思ったのだ前の晩少しでも準備しておこうとイタリア語文法の勉強に遅くまで起きていたので彼はひどく疲れていた 最近は頻繁すぎるくらい窓際に座る癖がついているのでまた机よりも窓際に来そうになったが誘惑に逆らって仕事にかかった残念なことに座った途端小遣いが入ってきて「業務所人さんが来ているかどうか見てこいと頭取さんの言いつけで参りました」と告げた「もし来ていたら ご労ですがすぐ応接室までお越し願いたいイタリアの方がもう見えているからというすぐ行くと K は言ったそれからポケットに小さな辞書を突っ込みその外国人のために用意しておいた市の名所アルバムを脇に抱えて頭取代理の部屋を通って頭取室に行った。 こんなに早く事務室に来ていてすぐに役に立てたのがうれしかったきっと誰も本気で彼がいるとは期待していなかったに違いない頭取代の部屋は無論、まだ夜中のようにがらんとしていたおそらく小遣いは大をも応接室に呼ぶよう言いつかったのだろうがそれは無駄に終わったわけだ